運気上げ上げ満月の夜の開運アクション。満月は月が最大に満ちるところから非常に強いエネルギーを持っています。そこで今回はこの満月の晩にやると開運することをお伝えしていきます。大切な人にはシェアをして後から見返せるように保存ボタンを押してくださいね。満月は私たちの感情にとても影響を与えて、特に不満、イライラ、怒りなどの感情に大きく揺さぶられがちです。そのネガティブな感情を誰かにぶつけてしまうと、喧嘩になったりトラブルになったりしてしまうので、ネガティブな手放すべき感情は紙に書いて手放していきましょう。感情面だけではなく、手放した方がいい悪い癖、悪い習慣なども一緒に書くのもおすすめ。書き終わった後はビリビリに破いてゴミ箱に捨てて手放していきましょう。さらに満月の時は体調面に不調が出やすい時なので、無理をせずゆっくりと休んだり、さらには自分自身をいたわり、今の自分があるのは周りの人や環境のおかげでもあるということを忘れずに、感謝をするということを心がけていきましょう。これらのことをあなた自身が前向きに素直な気持ちで取り組むと、さらに開運していきます。ぜひ試してみてくださいね。満月のパワーを最大限に活かし、手放しと感謝を忘れずに運気上げ上げでいきましょう。